はい、皆さん、こんにちは、ギガプロトです。はい、こんにちは、クロコです。はい、ちょっとね、クロコの寝起きが、クロコはちょっと寝起きやばいみたいなんだよね。だって、うちらそもそもこんにちはって言っていて、今何時だと思ってんの ?1 時半ですからね、夜の。こんばんはだからね。そうそうそう、1時半なんですよ。僕ももうちょっと眠気が来てるんですけど、まあ、とりあえず置いとですね、今回も、募集、メンバー募集の動画でございます。はーい。まあ、前回がね、ちょっとあの、お粗末だったというか、タイトル画面のままで、特にテロップとかも何も入れずにね、うん、そのまま垂れ流ししてたんで、まあ、今回改めてもう一回撮ろうということで、出してます。そうですね。うん。で、まあ、メンバーですね、残り3枠になってます。一応条件としてはですね、ランク70以上の方ですね、まず、このランク70以上というのはですね、今あの AP 半減キャンペーンが来てますので、こちらです、ね、うん、こちらで あと10日ありますんで、あの10日の間に、まあ、がっつりとあのランク70まで上げて応募するっていうのも全然ありです。そうですね、はい、まあこれはまあその AP 半減期間中っていう感じで認識していただければいいんじゃないでしょうかね。うん。で、次に、あの、課金とか、まあ、結構、微課金できる人とかっていうのは言ってましたけど、まあ、そこはもう強要しないです。強要しない。うん、無理に言うと、やっぱ寄りがたくなるし、うん、まあ、ちょっと結局、金っていうね、なんかイメージになっちゃうんで、うん、それはやめようということになりました。うん。まあ、本当に全然無課金でも、まあ、普通にこう個人のイベントですね、個人のイベントとか、うん、まあ、今後来るか分かんないですけど、普通のタウンイベントですね、うん、とかで、まあ、報酬とか取ってればダイヤとかパンとかはたまるはずなんでね、ある程度、うん、そういうのを貯めておいて、まあ、ランキングの時に使うとか、そういううまくやりくりできるな方なら、まあ、全然無課金でもいけると思うんで、うん、うん、ということで、まあ、特に今課金は強要しないしということですね。まあそうだね。まあ一応そこら辺タウンの方でもまあ新しく言ったけど、まあ基本的にまあランキングイベント、タウンランキングイベント以外はまあ基本的にもうまあ羽のね、伸ばしていただいて、まあのんびりでやって、まあそこでコインやね、パンを貯めていただいて、うん、まあランキングの時にまあ使ってくれると、まあ僕らとしても非常にありがたいと。そうですね。いうお話ですね。うん。そうですね、で今はもうデイリーミッションつって、まあ、毎日ログインするだけで、まあ、ダイヤもらえたりとか、うん、ストーリーミッションとかガシャ1回引くとか、うん、まあ、そのミッション やるだけでダイヤ1個もらえるとかっていうのがあるんで、まあ、非常に貯めやすくはなってると思うんですよね。そうだね、確かに、うんうん、なんで、まあ、普通にそういう風に、ね、うまくやりくりできる方なら全然無課金でもいけるはずなんで、全然、まあ、ウェルカムでございます。そうですね、うん、はい、まあ、うん、そうだね、まあそれだね、うん、うん、で、まああとはですね、あと前回の動画で、まあうちらは仮にもトップに近い、まあ上位タウンであるということでですね、まあその上位タウンということを意識してもらって、そういうがっつりできる人っていうふうに言ってましたが、それはちょっとちょっと厳しいというか、ちょっと語弊招きそうなので、ちょっと訂正させていただきます。うん、うん、うん、ジョイタウンだからといってそんなに堅苦しくなる必要はないです、正直。うん、そうだね、うん、全然チャットもワイワイしててみんな楽しんでるし、うん、むしろそういうジョイタウンとかはね、そういうなんかそういうなんかイメージ固定観念みたいなのがこうついちゃうんでね、なんかちゃんとやらないとなんかすぐ怒られそうとかね、うん、なんでそういうジョイタウン意識してもらってっていうのはちょっとまあ訂正して、全然意識してもらわなくても全然構わないです、その子はもう全然、うん、うん、もう気軽に応募してください、気軽に、はい、まあ、ね、うん、そうだね、うん、うん、まああとは何かあったかな、うん、あとはまあ一応条件の一つとして、まあ一つとして、まあ、一応ですけど、まあ、ノルマではないですけど、個人、うん、個人イベント、まあ、今回ではスピードキングが来てますが、うん、まあ、こういったね、まあ、個人イベントですよね、こういうイベントとか、まあ、ガツガツ集会してる人とかね、う
まあ、前回のタウンランキングで言ってしまえば、あの個人報酬ありましたよね。個人報酬1000万ポイントで、まあ、個人報酬総なめとなったわけですが、まあ、それぐらいを、まあ、がっつりあのやってる人っていう感じですかね。個人報酬ぐらいはね、がっつりと取ってるっていう方が、まあ、大体、まあ、がっつりっていう基準になるかなと思うんですよね。そうだね。やっぱ個人報酬ぐらいはちょっとね、どうしてもちょっとやれないと困っちゃうかなっていうのは、まあ、ありますよね。うん。まあ、それぐらいなんで、本当にあの、そういうね、あの、本当に、こう、ジョジョ DL が大好きで、本当にこう、がっつりやってるって。で、まあ、そういうジョイタウンにも入って、がっつりやりたいっていう、あ、トップになりたいとかね、そういう、まあ、志とか持ってる人とかね、あの、そんな、もう、固くならずにね、もう気軽に応募してください。はい、その通りですね。はい。だけど、まあ、こんなところかな。そうだね。まあ、ちょっとね、私眠いからもう全部話はギガに任せちゃいましたけどね。はい。まあ、黒子がね、まあ、お仕事の都合もあるんで、うん。まあ、そうすると、まあ、落ちちゃうと。ベッドに、まあ、お布団にダイブするということなんで。そうなんですよ。はい、いや、やっぱね、ちょっと、あれなんでね、まあ、ちょっと、あの、おしゃべりは全部、彼任せと。いうことなんですけど、まあ全部、まあ基本的に僕から言うこともね、ないんで、まああの、彼が言ってくれたことをね、ちゃんと分かっていただければもう全然構わないですね。はい。はい、というわけで、うん、まあ今回のね、募集動画はこれで終わります。はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様でした。